令和新選組当選者、党員で解除サポート喪失とか、重度障害者の令和新選組参議院当選者の2人が制度の壁にぶつかり、来月1日に召集が予定される臨時国会に党員できなくなるケースが出現するようだ。2人は国が定めた重度障害者の生活をサポートする重度訪問介護のサービスを受けている。 この規則では働き始めると通勤や仕事中にこのサービスを受けられない。厚生労働省との話し合いの場でその一人。木村英子氏は今の制度では、解除を受けながら働くことができないと訴えた。参院や政府に対し8月1日の初党院までの運用改善を求めるが、厚生労働省は現行制度では改善は困難との立場だ。 現実を冷静に考える。国のサービスの公平性からして、それにかかるコスト負担を自身で負担できない場合とできる場合を同等にするのはいかがなものか。国が負担しないから職責を果たせないと訴えるのは公人として言ってはならないのだ。今のまま、活動方針、内容、手段等がその人の口から、人口も含む、語られなければ、 令和新選組関係の誰だか知らないが、ただ当選狙いの。宣伝ムーブメント、票取り目当ての駒でしかないのだ。選挙に立候補させるときにこのような障壁があり、問題になることはチリ抜きいていたはずだ。令和新選組には政党交付金、助成金、があるので、当選者が現場で議論できるよう完璧にサポートする責務がある。 政治は私たち日本国民の命を預かる戦いだ。政治家は国民の命を預かった戦士だ。国民の審判を経て当選した以上。本人と令和新選組は誠実に議員活動を進める責務がある。この戦略を描いた山本太郎氏と関係する人たちの責任で誠実に果たされよ。 今回の令和新選組の選挙戦略には賛同できないが、よく考えた作戦だと思う。だが政治が命を削る厳しい戦いである以上、ALS の方を担ぎ出したことを評価できない。令和新選組が挙げた目論見みに賛同し、一票を投じた有権者は国が認定した ALS 患者の命を削る共犯者となったことを承知されているか。 政治家の仕事は特殊だ。連日のように表舞台に引きずり出され、身体を酷使し、また評判にさらされることのストレスを考えると、自分の意志で覚悟を持って出馬されたのなら、何としてでもサポートしたい。でも利用されたとしたら天人共に許されざる行為だ。